さ一無ぬかなさ最後数よ。くたんりねみそランナしまくてはエンターテインメント。7月26日火曜日、旧暦うとうし6月の23日午後4時、ちむがなさしまくてはニュースの時間かいなといびパーソナリティやワンネー岸本たるがーにんと中村ねよっちゃんばあちゃんしおくいさび、はい、僕も中国やいびん、はい、そして中初めてやいびんやハンズオンユースクラブのめまえてやいびん、はい、小学何年 CIB がや4年 CIB はい、ひいじから島言葉ひるめる活動をソウル沖縄半島ユースクラブのメンバー上間エイト君とマジュンゆったいし番組うとできさなやにちうむといびくとうすよゆたさるぶとうにげえさびらこの番組は au ショップネーブルカデナ店茶壇美浜店株式会社メガネ21ハエバル店、医療法人市政会デイサービスセンターもろみの里高津院ヘントナ歯科医院、株式会社池原エンジニア桑江皮膚科医院、有料老人ホーム宅老所なごみの家、有限会社丸内重機、サロンドモア美容室、崎原土建株式会社、学童教室太陽の子の提供、 FM キノワン茶壇町文化協会島くつば部青年部沖縄ハンズオン NPO の協力し続きサビ、やっちゃんばちゃん、はい、番組のご紹介いたされると海芸サビだ。島言葉エンターテインメントし、うちなの音語り伝承しんちる番組やいびん。毎週島言葉かなさするちゅんちゃんのゲストトーク、島言葉ニュースのコーナー、島言葉紙芝居のコーナーなどなど、うふうこの内容しうっくいさびん。またインターネットちちみせる方、またうちなびけやあいびらんカーマ外国運会面せるうちな金刺しみせる部数4回この番組海かきることないびん、また父歌び見せることないびんこと、ぜひこの番組金刺し父歌び見そうりうにげさびだ。はい、よっちゃんばちゃん、はい、ニフェデビル、はい、はい、よっちゃんばちゃん、はい、チャーガンジュイビーが野菜、はい、ラシマキンさんくたんりんねんどニフェデビル千代さん、はい、チャーガンジュエイビーが野菜、いっぺガンジュエイビンドガンジュエイビーが野菜うん、はい、ゲートくん、チャーガンジュエンナチャーガンジュエイビンドはい、夏休み、はじみやいびーたちがチャーやいびーがや、夏休み始まりましたね。どんなですか、夏休み始まって。楽しい楽しいいろんなあの家族でまたいろんなお出かけをしたり、休みはまたいろんなことをすることができるのでね、はい、またあのラジオちちょるぐすよ中夜エイト君タヤイビーがやんで初めての人もいますので、エイト君自己紹介どうしらしゆたさるぐとうにげえさびら。はい、さいわんねちょたんちょうまりぬえまいてやいびんゆたさるぐとうにげえさびら。はい、ゆたしくうにげえさびらはい、よっちゃんばあちゃん、はい、エイト君はクーサルト地から島言葉勉強し生勉強そういびしがチャイアイビーがやさい投げてからわぐるなれるはじろみなのさひいじから中村よっちゃんばあちゃんはじめ、千代さん、そして、高宮城清新シーターからですね、今は島言葉勉強そういびこと、はい、生後からやまたエイト君のお話、お聞きしていきたいと思います。はい、よっちゃんばちゃん、はい、今週金曜日はヌーの日なといびくださ い今週の金曜日、金曜日、ヌーの日やがや、ヌーの日なとべば7月29日、めでたい日ですよね。はい、
誰かのお誕生日です。誰のお誕生日でしょうか。よっちゃんばあちゃん。はい。よっちゃんばあちゃん誕生日はしとったさ。はい、よっちゃんばあちゃんのお誕生日が今週金曜日になります。はい、エイトくんプレゼントがアイビーこと準備お願いします。はい、千代さん、はい、よっちゃんばあちゃんの一平カリウシな品かいなといびんのさん。はい、ほんと素晴らしいですね。嬉しいですね。えらい、すごい、もう素晴らしいですよ。いや、またあと何十年あとね。いや、羨ましい、若さるちゃんじゃや。私はもういいからることで、ねえ、うん、チャーメンかやいやチャビーシがてはるけってもずれしみしがるよ。おうてんうらねやわったがかなんだって。 ABC が目に目に若さる瞬間になといびこと、うん、年を重ねるにつれて、うん、素晴らしい、はい、ワンにいっぺまたあのおび勉強、はい、勉強いっぺあのなれぶとん北海ビューとよ、はい、やっぱりあの私の時代から感銘よとよ、うん、あのだからいろいろもんならし、はい、なといびろ。はい、じゃあエイト君今席に一緒についてですね、誕生日の歌を一緒に歌いましょうか。はい、はい、はい、じゃあハッピーバースデーの歌をですね、はい、よっちゃんばあちゃんでいきましょうか。はい、せーの。ハッピーバースデートゥー、ハッピーバースデートゥー、ハッピーバースデーよっちゃんばあちゃん、ハッピーバースデートゥー。はい、はい、泣いてありがとうにえど。はい、長いちしみそうりょう。いや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 、ほら、そうだ。はい、よっちゃんばあちゃん、ありがとう、おめでとうございます。ありがとうございます。よっちゃんばあちゃん、お話聞いてくれよ。はい、はい、はい、沖縄ハンズオン、理事長はじめ、スタッフ、そして、皆さんからですね、よっちゃんばあちゃんへの日頃からの感謝の思いということで、うん、いただきサビタン。はい、どうもありがたくいただきますわ。ありがとうございます。かわいらしいお花。よっちゃんばあちゃんくんにちわさんが花ごちらさるはなやいびこと。はい、嬉しいお話ですね。はい、またあの夏休み期間ですね、またあの日頃からよっちゃんばあちゃんにあのお世話になっておりますメンバーをまたあの週替わりにですねメンバー紹介していきます。 5,60 名近く小中高C大学 C のメンバーがういびこと。はい、くすえたさることうにげえさびら。はい、なじゅけんティーパチパチうにげえさびら。おめでとうございます。はい、ということでよっちゃんばあちゃん、はい、中のトピックや元気の秘訣んりるトピックし番組うつどきさなやんりちうむといびんどうさい。はい、後から後から長い一の秘訣ですね、ぜひ皆さんにあのお話ししていただけたらと思いますので、ゆたさるぐとうにげえさびら。はい、はい、それでは最初のコーナーや、はい、島くつばのニュースのコーナーかいなといびんどうさい。あ、そう、はい、生ウクトール、ニュースを新聞から抜粋し中村よっちゃんばあちゃんが島くつばでお話した便道祭。はい、よっちゃんばあちゃん、はい、中夜ヌーヌーニュースやいびがや中夜よ、あ、うどるかさんお化け屋敷で、うん、お化け屋敷ではうどるちしるやつ。いや、当たり前やせこれ。うどるかさんお化け屋敷で福祉財団が女性あの構成、これ構成やったんだね、女性やって、キリン福祉財団リーネが、で、マンカが、キリン福祉財団東京都は、キリン子供力を応援事業会、茶壇町のボランティア会が、育成連絡協議会のウルルカジェナラお化けエスティンでいるタイトルさんに、児童養護施設、島添の丘、南城市大田都の楽しいサイクリングと海と森と体験する内なる自然いららの道中を加え茶壇未来センターを通って21日に女性金贈呈式が開かれやびた。本年度の同事業には全国から72団体が応募あって、同財団の選考委員の選考さんにいて37団体21都道
府県に助成が決定されやった。北谷町子ども育成連盟協議会の玉城慎之助さん15歳北谷校1年生はいじめなどの社会問題テーマに訪れた人たちが学んで楽しめるお化け屋敷を作りたい地方府を伸び上げた。目録を手渡された麒麟福祉財団の太田副事務局長や活動を通して自分たちの夢を達成してもらいたいち話しそうびた。朝一よりいいことやさや。はい。認定デビル。ほらじゃあ頑張っとさや。はい。ほらじゃあ頑張っとくと、またとすんじゃんまた頑張りたいさ。はい、エイト君もまたこの北谷町子ども会のまたメンバーでですね、よっちゃんばあちゃん、うんうん、先ほどすみませんグブリー ABC が玉木慎之介君ですね。はい、彼が今あの北谷高校今1年生で、はい、彼らがまたこのお化け屋敷、驚かせないお化け屋敷というのを企画してですね、うんうん、この間去年はまたあの別の企画でエイト君たちもお化け屋敷に出ました、うん、はい、エイトお化け屋敷チャイアイビタガヤ楽しかったです。楽しかった。エイトもお化けになってたよね。お化け、何のお化けになったら、何のお化けになったの。どんな社会問題っていうことでテーマに置いたよね、うん、どんな問題がありました。いじめとか、いじめ問題とか、ゴミ、うん、ゴミ問題とかですね、うん、はい、今社会で問題となっているものを彼らのエイト君たちが今社会問題を挙げて、これお化けになって出てくることでですね、はい、あのお化け屋敷に入った方々にあのメッセージをあのお届けしようということで、はい、彼らがこの間企画して野国創刊祭りで、はい、やってきました、はいはい、今回はまた別の授業ということで、あの東京の方からですね、うん、キリン、福祉財団の太田 副事務局長の方がいらっしゃってですね、はい、贈呈式があったお話でした、うん、もう一団体はまた島添農家ということで、南城市大里の、楽しいサイクリングと海と森で体験する沖縄の自然をあのということでですね、うん、選ばれたそうです。はい、この場をお借りして感謝申し上げます。一平二平デービル、二平デービタ、はい、はい、またあの今こちらの活動も含めてですね、エイト君はあのヒージーから老人ホームあの地域回ってるんですけれども、どんなですか、おじいちゃんおばあちゃんたちと交流して何か学んだこと、アイビーがや、うん、おじいちゃんおばあちゃんたちしまくとばうちなぐちで話してね、うん、どんなこと学びました。みんな元気やと思った、うん、元気なおばあちゃんたちたくさんいますよね、うん、そしてまたエイト君たちの手をあの握って離さないおばあちゃんたちもいたんじゃないかな。かわいいね、かわいいからね、うん、はい、千代さんもあのチヌウッディアイビータガヤ、はい、またあの曲作詞作曲された曲をウトドキサビタンデルお話ちっちゃビータシが、あ、いや、あのチヌウですね、はい、チヌウヨウタイ、あのやけなえいさん会、あの、うん、なんかあの取り入れたいという、本当のやけなを歌った、やけなのこう、あの、そ、あの素晴らしいところを歌った歌を、うん、あの地元の歌が欲しいということで、はい、まあ、やけなんでいうと、まあ、いっぺあのぬんくいあいびん文化が多くてね、うすでいくがあり、ちなえち、やけなちなえちんがい、やけなくわりさも、あの素晴らしい歌があるし、そしてまた やけなにはハーリーもありますね、うん、でまたあの景色がきれいですよね、あまりかややけな、はい、市花り変座、うん、あの浜日が名なちごて、とってもあの景色のつらさのところへ行くと、うん、まあ、港も近くで、あんさなけ、はい、あのそういったあれをね、ちょっとあの、はい、エイサーに取り入れたいという歌を、あの私ちょっとあの 作曲して、それは昨日あのあのやけなのね、うん、お年寄りの方々にも、はい、あの聞いていただいたらとても喜んでおりました。一平上等やぐとんりち、これもまたまたお稽古してね、はい、もうほとんど覚えていました。あ、うん、だからもっといつか A さんにも取り入れることになると思います、はいはい、素晴らしいです、うん、作詞作曲されたということで、またこの地域の良さをまた歌詞に込められて歌に乗せるというのがすごいですね。やけなはもうあの
昔から の, あ, のあるいは西や、まあ、古いというか、まあ、あの部落できたのも古い部落ですのでね、はい、あのアムケヤブチジマンジ IBC や、うん、だからあのヤブチジマが昔は上がり、あの上がりムティのやけな部落があったそうで、でそあのヤブチジマから何回あのなんか昔はなんか よくあの火事があったとかでね、とうとうあまりあの無塾があまりできらんたんにくつさんかい、この満開渡ってちゃびたんで、でそこが新しい東焼けなの通りる場で、だからあんま入り上がりあの西の焼けな上がりの焼けなんちゃいびし、だからあの綱引きとかもね、あのよく入り上がりにか分かれてこう勝負してますけど綱引き、はい、でもあのやっぱりね勝負はお互い強いということでね、チャーヒキ分けやびんで必ず引き分けやびん今の話分かりました。上がり入りってぬやがや東と西、そう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 、東と西の綱引きの対決をして必ず2回やって引き分けになるというやけな行ったことない、やけなマウティンとかアイロンがからね、分かる、はい、なんか爪本島の一番あっちね、はい、あの津堅とか、うん、イチャナレンとかのね、うん、エイトのまたお母さんの実家はマーヤイビーガヤヒシチャエビー、ヒシチャ、はい、アンシェイスピーのケビン、私もカッチンヘイバラ、うん、同じカッチンソンだね、じゃあねヒシチャだったらね、お母さんが、うん、昔からのブラケいろんなデートや芸能アマンドシうん、新しい梅立さん作ってるから、はい、何でもない、はい、もう毎年あの10月に祭りがあるだけ、うんうん、ねえ、運動会と祭りと皇帝が歌えたのは年々、うん、女子がな運動会が狙らんなった、サビさん、やっぱり文化は大切ですよね、うん、そうですね、若者ちゃん先週、うん、人種が、はい、裏になって、うん、先週ラブンディテージンディアミの運動会取り組さんに祭りびけで、うん、運動会や応援し楽しい、うん、ディデーの応援し、うん、エイトはまた今お話出てきます、うん、伝統文化っていうお話がありましたが、へしきやどんなですか、何かへしきやエイサー、エイサーがそうね、有名ね、ヒシャエイサーって有名よね、うん、そう、すごい、うん、エイサーと来るですよね、ヒシャエイサーもあるし、ね、やけなエイサーもあるし、そしてあの浜比嘉、うん、浜比嘉もエイサー有名でね、はい、あのハワイの方にはね、あっちの白井の松本さんという方がいますけど、この、 あの方たちのあれでハワイの方にエイサーを広めたと広めたそうです。うん、習いが、あ、習わしがハワイにいちゃびたんで、うんうん、ハワイのエイサーもだから、あの浜比嘉エイサーであるわけよね、うん、はい。素晴らしいですね。先ほど出てきましたあのウスデイクとかもですね。はい、今あのウスデイクもあのなかなかこの歌を歌えない方も減ってきてるということでの、うん、そうみたいですね、課題はよくお聞きしますね。うん、そうだはずよ。はい、あの現代の若い人たちが歌なんですよ。いや、うん、本当言って大切なことですけどね、うん、この薄れ行くにしよう、ブラック始まりからの催しだからね、はい、これはもう大事に本当引き継ぎ引き継いで行ってもらいたいですね、うんうん、や薄れ行くは、はい、またエイトがこの間去年ですね、はい、肩やびらで話したのは誰をどなたを紹介しましたか。ヘシキアのひいおばあちゃん、ひいおばあちゃんの紹介をですね、しまくとばで紹介していただきました。素晴らしかったですよ、私も言ったけども本当に良かった、あれね、うん、8歳デイジェの学校でもあちこちの学校でもこういったお話を大いにやって、うん、広めたらいいですけどね、うちの口、はい、すごいあのあれと思いますよ、うん、影響大きいと思います、うん、一平二平デビル頑張ってね、うんうん、すごい あのあれよ、はい、期待されてますよ、もう、はい、うん、そうですね、またよっちゃんばあちゃんも本当に小さい時におじいちゃんおばあちゃんたち、たくさんのおじいちゃんおばあちゃんたちからたくさん学んだよっていうお話をこの間してました。どんなですかね、よっちゃんばあちゃん、エイトも今小さい時期におじいちゃんおばあちゃんたちからですねたくさん
勉強そういびしが。そんなも勉強することがってくるっちゃなって、また役立ってるばって。うん、そう。はい。大人になっても役立ちゃん、ばあちゃんだからよ、たくさん、女だし。うん。石島シェイさん、あ、しゅしゅしゅってこの子、教えてもらったの、小さい時に役立つ。うん。何か直面した時に本当にいろいろ思い出してくるんですよね、うん、あの時ああいうことを言ってたなっていうこの教訓の言葉がすごく何かに直面した時にまたこのメッセージが、うん、そうこの時に感じるっていうのをよくお聞きしますね、うんうん、はい、エイトの好きな言葉、あがやうちなぐち、うん、島言葉で言葉だったり、またあのひいおばあちゃんからのこのメッセージですね、この おばあちゃんのすごさ、何がすごかったのかなっていうのをお話しできますか、うん、ひいおばあちゃん、ひいおばあちゃんは働き者、うん、いう働ちゃやいびたや、うん、何をしてました、いう働ちゃで、うん、家庭の仕事も一生懸命やってたっていうお話をしてましたよね、はい、うん、女性の方はまた川に未熟みが一位ね、水を汲みに行ったりですね、家庭仕事をたくさんもう当たり前のやってたっていうのをですね、もう素晴らしい歴史がアイビンドやありますね、うん、滝野って行ったことある、あります、ね、あっちもいいすごい、あのね、あの歴史に名高いさね、筆者長瓶というね、うん、方が向こうに池掘った、今池もあるさね、うん、あれあの素晴らしいよね、いいお勉強になって向こう行ってね、あの見晴らしもいいしね、はい、うん、またこのね、エイトの姿を見て弟たちも今島言葉、うん、今メンバーとしてですね、はいはいはい、一緒に入ってきてますので、小学1年 CA ビルドね、はい、新しく入学して、はい、また今度紹介していきますのでよろしくお願いします、はい、琉球新報より驚かさないお化け屋敷、キリン福祉財団が助成演じるニュースうつづきさびたん、一平二平デイビル、はい、それでは一度コマーシャルを挟んだ後に、元気の秘訣お届けさないやでし、うむといびんどうさい、この番組は au ショップネーブルカデナ店茶炭美浜店、株式会社メガネトゥワンハエバル店、医療法人非正会デイサービスセンター諸見の里かかず院、笑いの絶えない人生をあなたに、へんとな歯科医院、株式会社池原エンジニア、クワエ皮膚科医院、有料老人ホーム宅老所なごみの家、有限会社丸内重機、サロンドモア美容室、崎原土建株式会社、学童教室太陽の子の提供、FM ギノワン、北谷町文化協会島くつば部青年部、沖縄ハンズオン NPO の協力し、うつづき総移便、はい、昼夜元気の秘訣トピックし、番組うつづきさなやんりちふもと移便、よっちゃんばあちゃんの生まれ日が今週金曜日ということでですね、長い日の秘訣お話をお聞きしていきたいんですけれども、ゆたさいびが野菜、はいはい、よっちゃんばあちゃん、ゆたさるごとおにげえさびら、はい、わかったおべはい、元気の秘訣なんですけれども、よっちゃんばあちゃん、はい、よっちゃんばあちゃんの元気の秘訣やぬうやいびが野菜、あ、そうだね、うん、元気の秘訣は年取ったことに富裕さんのことし、富裕さんごとし、はい、どうくるないる仕事をもるどうくるすむ、うん、ちのちいかんかんか
다루가기란 것도 나 야니 좀 우리 이천에 살아봐도 너는 나에게 쓰고도 누구 그러지 모르겠어. 그렇지 않니까 니까 와라 이렇게. 笑顔で 怒らないこと あしからいつも元気で歌うこと、 で何でも食べること、 そうだね野菜が中心さんや あんまり脂っこいのかまん。 はい、今お話しされました冬サンクトって冬って何でしょう。冬って春夏秋冬の冬はランド怠けないこと。はい、怠けないこと。年取ったからって言って怠けてならん、うんうん、はい、そしてふっちゃんばあちゃんが、まあお話しありました冬サンクト、怠けないことと、うん、食事、なんて言ってました。何でも食べることやいびんや、はい、何でも食べること、好き嫌いしないことですね、うん、好き嫌いありますか。ないね。ない好きな食べ物はある。何が好きですか。ゴーヤーチャンプルー。ゴーヤーチャンプルー、偉い。いいですねよっちゃんばあちゃん、しちな、いっぺいしちな、神も上の上、エビが野菜。あ何個かもしくよ、うん、案外さっぱりしたのが好きやんじゃん。漬物とか、あえ物とか、はい、あ好き、うん、嫌いなのは一つだけある、もう絶対食べられないのが。何だろう。タコ。あ、タコ、タコ、うん、タコ、あれタコ食べない。タコ、うん、タコ、タコだけはダメ。小さい時から食べたことない、うん、もう体に合わないんですね。合わないんだはず、うんうん、いますよね、うん、合わない方で、いくらとかさ、はい、海鮮物、うん、とにかくブツブツしたのは嫌い魚とかは大丈夫なんですか。魚は大好き、うん、中高生にから指が借りる古いと、うん、肉用か紙製法こういいですよ、うん、レストランでまずは魚がないかねってメニューとメニュー獅子よりも牛の方が魚の方が好きですか、うんうん、焼き魚がいい、はい、煮付けあずかが好きあるんです、うん、昔よ、あの木炭さんにやつたるばあってあれ美味しいよ、うんうん、炭火で焼くのとよ普通たら焼くのと違いの、うん、炭火で焼くの美味しい、香りもいい。確かに獅子も炭火で焼いたら、うんあ、美味しい。シシも肉で炭火で焼いた方が美味しいよね、うん、バーベキュー美味しい味誘惑かといわらんちゃう、生でわらんちゃうよ、もろ肉状も、うん、またのバーベキュー美味しいわからよ、わがかもしんでねえな千代さんや一番七な神もやぬやいびがや、私もあまり好き嫌いはないんですけど、うん、はい、やっぱり海のものが好きですね。あ、うん、海産物が、はい、うん、いいですね、うん、アーサなんかやチャイエビがアーサの汁も美味しいですよ、うん、アーサの汁ね、味噌汁にしたら美味しい。味噌汁に、うん、そうそうそう、お豆腐でも入れてね、刻んでね、お豆腐も入れて美味しいね、とってもアーサ汁は、はい、うん、エビや千代さんの元気の秘訣やノーヤエビが野菜。そうですね、うん、私はやっぱり動くことじゃないですかね。術毎日動くこと、うん、やっぱりあのね、うん、あの仲間ね、よっちゃんばあちゃんがおっしゃるように、うん、あの浮遊をしないように、うん、絶えず心、あの自分のことは自分でやるということ、はい、そしてあの動くことですね、うんうん、やんかい困らんよえよ、はい、やっぱり与えられたことは、うん、ちゃんと自分でやるというような、うん、よく働くこと、いや、うん、働いて、何にでも興味持つこと、そうそうそう、はい、興味を持つこと、楽しみもね、持つこと、楽しみもまた一つの、うん、また宮城よ、毎週木曜日で体操がいいの、うん、若に肉がきちんと体操ならそればって、うん、俺が自分重さによ、うん、なそれ一応笑とさせる、笑いがちな体操操作体操も上手、指導よ、うん、鬼には指導上手へ、うん、いいですね。
はい、運動すること、毎日動くこと、うん、そして自分でやることは自分でやることっていうのね、うん、体を動かすこと上等だよ、うん、外で遊ぶの楽しい、外で遊ぶの、うん、それいいね、家にこもるのではなくて、うん、外で遊んで、そうそうそう、たくさんの人と会うっていうことは本当に大切なことですね、はい、うん、そして笑うことってよっちゃんばあちゃんからありましたね、うん、悩みないですか？ないですたくさんの人と会ったらもう、ね、うん、ばあちゃんも悩みないさ、うん、すごいですよね、こうやっていろんな人と会うことでまたこう悩みもまた吹っ飛んでいくって言いますか、うん、もう交流する大切さ、コミュニティの原点ですね、うんうん、またカラオケのグループがしがて平均年齢80歳、84歳、一番若いのが78歳、うん、はい、あと82歳、84歳、86歳、一番年上大河やや やっぱりね、うん、こうお年を召した方はこうグループでね 4,5 名でこう揃って何かをやる、カラオケ行くとかね、うん、集まってワイワイなんかお話やったり、とってもストレス解消にもなるし、うん、いっぺいくとんでおびびんや、週1回カラオケ集まること、うん、ウヤゴアサガチーナ、ヨコマウヤゴアテサガチーナ集まることになっておるわて、うん、足からまた年に4,5 回ぐらいあるかね、あちこちの老人ホームに茶館の、うん、カデナとか、今度またカデナに来月あるけど、慰問誌が一応、はいはい、歌謡曲歌いがいびん、歌謡曲歌ったり踊ったり、踊ったら、はあ、島言葉で話やったり、うん、もういろいろ取り入れて、うん、プログラム書いて持って行って、大体25分から30分いればって時間が、うんうん、この間がいる私よ、うん、大体6番から7番ぐらいまで、うん、はい、よっちゃんばあちゃんまた老人ホームこう回られた時に歌ったり舞台したり、また語りと島言葉の語り、忙しいよだから歌ったり踊ったりですね、はい、この間も茶谷町を通ってこの交流会、アイビー高屋、社協の連鎖ミスです、はい、うん、エイトは最近来月はカデナの、まあ、カデナの方でも、うん、あ、それからよ、去った何月だったかよ、アメリカから取材がちゃんきちゃせや、はい、うん、ニューヨークで放映されていたって、すごい、ニューヨークに来たミコの着手が記さればって、はい、これ茶谷町のおばあちゃんと言ってるけど、わかるかねえんやね、みっぽやコロナと収納電番が売るばって、うん、なんかウクラちゃったね、あれこれよっちゃんばあちゃんだよって言ってよかったですね、アメリカとってよ、テレビが放映さっとったんで、もうアメリカ、アメリカですごい、取材受けたのがアメリカでよっちゃんばあちゃんの、はい、だから、ね、シカゴの人も来てたけど、シカゴ6月に放映するに確か、うん、生テープを送らって、こんざテープ送らって一の浅いビーガヤ、はい、よっちゃんばあちゃん、また親戚がまたこのあちらで番組を見たっていうのはまた嬉しいことですね、だからね、茶谷町の元気なおばあちゃんっていうのをまた放映してくださって、ああすごく嬉しいことですね、うん、うん、はい、エイトは今何を練習してますか、老人ホーム行くときに、歌とか振り付け、やいびんや、うん、歌振り付けと島言葉のメッセージをね、うん、おばあちゃんたちとやってますけれども、うん、これで何かおばあちゃんたちに言われたことありますか、何かおばあちゃんたちに、まあ、上手だねとか上手だね、やられたんだね、上手だねとか、また来てねっていうことでね、はい、頭撫でられたりですね、またエイトがいない時にはおばあちゃんたちもですね、待ち鑑定して、エイト君やチュやチャーや満開イチャビータがやっていうことで、おばあちゃんたちがすごく楽しみにしてる方々が多いですね、はい、本当におじいちゃんおばあちゃんたちと この交流する機会っていうのは今昔に比べて本当に減ってるっていうのを、ユーチチャビー氏が、よっちゃんおばあちゃんチャーやイビーがや、昔はこんな施設にジェネランチがて、うん、ケートないもの、うん、
隣近所、うんうん、ゴーくらやティラのあっちゃりやかやみんなあっちつまかあちまやにチャーバーのまがちなやんたと、うんうん、お茶れですね、うん、はい、地域の方々が集まって、うん、もうチャーゴアウサガミソウリよっていうことお茶を、うん、昔はマリアにたけベランダがたし、うん、インクアンカイ腰掛けといて、うん、そうだね、あれが一つの楽しみですね、昔はね、集まって、はい、何の娯楽もないからね、こうみんな揃って話し合わせ一番楽しみでしたよ、うん、いいですね。エイトはあのおじいちゃんおばあちゃんの家行った時どんなですか、この沖縄の昔の雰囲気、うん、おじいちゃんのおばあちゃんのお家行ったら、うん、畑とか、うん、畑、ね、お手伝いにも行くの畑に、お手伝いしに、うん、あんまりしない、あんまりしない、蚊がいっぱいいる、ガジャンガいっぱいいるガジャンガいっぱいいるよねあのガジャンはかいけんりちんかんだんねはい、それでは一度また曲をあのお届けいたします。中央のウカンシンカブダンさんの足みじぶしうつどきさなやんでちうむといびんじひちちみそうりようさい、
としらし色としらし良い朝さ色としらし空よ空働かな関心カブダンさんで足目印うとどきサビタンリフェデビル、はい、足目印の歌詞も素晴らしいですね、はい、汗水流して働く美しさ素晴らしさというのを先ほどエイト君 の, あのおじいちゃんおばあちゃんたちの畑のお話もありましたけれどもチャイアイビーが春さんの方々そうや、ね、先生お家の庭に植えたけど何植えたのプラムの種植えたけど、うん、何の種プラムプラム子供の種植えたけど、うんうん、出てこなかったクレーラまたあのお庭の方でシークワーサーいっぱい持ってきてたよねシークワーサーになってるんだねね、いっぱいになってるシークワーサーなってるわ、うん、ちゃんもシークワーサー5、6個ぐらいになったんでああそうですかそれを1個だけなってた1個だけ去年や今度5、6個ぐらいになったんで、うん、醤油とかにつけてとんかつしたり、うん、あとは焼き鳥の上にかけたり、うん、かけたり上等、ね、シークワーサーかけたら美味しいよねよっちゃんばあちゃん昔からこのシークワーサーかけてうん昔からシークワーサーやな、ねうん、あとは焼き魚とかねあですよね、千代さんやチャイアビーとかやシークワーサーそうですねうちもあの、うん、戦前のことよく分かりませんけどやっぱりあのシークワーサーかけて天ぷらとかねあのなんか揚げ物、うん、あれにねあのチキンとかなんやかんや、うん、そういった揚げ物にあのシークワーサー汁かけて美味しいですよね、うん、大好きコーラっていうしもせやん何がブラジルかレモンのキムチちゃんにて、ねはい、してるからないだしがよみ、うん、あと虫にやにて、うん、レモンのしてるからないって言ったら助かるよったのにあの自然に枯れて、うん、うちではまたあのあれレモンライムというの、うん、あれがなってますね、はい、実がついてますレモンライムが、うん、上等さあれレモンライム、うん、わかるわかりますよ一応お父さんがライム植えてるからあ植えてる大きくなってるよ11月ごろかな取るあれ取るの初めてあ去年からだな、うん、去年から実がついてる、はいうん、でもいいですねこういうあの畑でいろんなこういう食べ物を育てることでまた一つのまた楽しみができてですね、うんうん、それをまた食卓にね、シーパーさんよ時期が来てて、うん、多く取れればちょっとフリダンって言って、うん、近いる前にじゃあちゃんによ、うん、と思ってはいはい絞ってると手前ばっかりくってそのままフリーザーって言っちゃう、うんうん、いつでもあの使えるように、うん、使えるフリーザーの、うんそうですね、シークワーサージュース作ったら美味しい、うん、美味しい、うん、美味しいねジュースもねで体にで元気出ますよねシークワーサー疲れてる時とかにも、うん、いいですね皮むいて食べる、うんうんはい、じゃあ、 あの先ほどのお話し会ムドイビー氏があの元気の秘訣ということで運動することにアイビー氏がよっちゃんばあちゃん の, あのオリジナル体操もあるんでちちちゃビー氏がシャイアイビー氏がオリジナル体操よ前ほとんど毎朝やってるよ、うんうん、ミュージックかけてさミュージックこの音楽なんて曲に合わせて、はい、飛んだり跳ねたり夏休みは毎日ラジオ体操をそうですよね今ラジオ体操、うん、子供たちはラジオ体操をやってそうだよ、ねあのうん、生活習慣を整えようということで、はい、一日のスタート、ねね、地域でみんなラジオ体操やってるの、うん、はい、このラジオ体操がよっちゃんばあちゃんオリジナル体操やいびくと、うん、曲はまたいろいろ変わるんですか曲変わるよちょっと気になるだから曲があっちでゆっくりやったり、うん、飛んだり跳ねたりみんなでやる楽しいですよね、うん、
このラジオ体操やみんなでこう集まってやるのも楽しい。メランコリンっていうのがあるわけさ、はい、うん、あれは東西南北に向き変えていくわけ、うん、ぐる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 回って、でみんなそしたらよ、黒浜が小学校の時に習ってればって、そこで先生と習いんでやね、先生とあとプーフーしてへん、これもハードでもう疲れてできないんでやねて、私に負けてと、うん、体操することとか運動することは体力作りにもなるんですね。そうそう、うん、またあのよっちゃんばあちゃんが先ほどありました、自分の仕事はもう自分でやるっていうことと、本当にあのお庭でこうあの水をかけたりすると一日大変じゃないですか。雑草も抜いたりするとですね、うん、結構な時間かかる。すぐ木の枝も夏は木の枝すぐ伸びるわって、うん、ベランダのあれで1週間に1回ナチュラルにすぐ伸びることで、うんうん、1週間に1回ですね、カットして。そういえばお父さんと一緒に黒木の枝借りたり、黒木で借りてた、うんうん、黒木、クルチの、クルチ、うん、三振の竿の部分、大きくなりすぎてや、うん、軸くそれやかいとうなくるやつを私が木に登っても枝切ってたのに、あ、もう年取ったから木の枝登るの怖くなってさ、はい、うん、落ちたらどうしようかね、一歓迎くと手が登らないのに、うん、でしたそんな時にまたエイトたちが伸び放題で伸びていってさ高くなっていって、はい、余計高も切れなくなる今度はまた桜の木があれ伸びることよ、うん、お庭中で枝が伸びてる桜、うん、お家にも桜の木あるけど、うん、キノコ生えてきてる、キノコ生えてきてるキノコ食べられるキノコ分かんない、だから私も分からないからさ、キノコあるよね、あれ、うん、なんかキノコ食べていいのか食べたらダメなのか分からない、キノコにはね、毒もあるからさ、ね、あのうっかり食べられないんだよね、種類分からないと、うん、本当にこの自然に触れるっていうのが大切ですね。いつもこうお庭にこういろんなあの食べ物がこうなってたりとか変化が見れるっていうのはすごく大切なことじゃないかな。コーヒーの木の実がつき始めた、コーヒーの実、コーヒーコーヒーの木の木に木の実がつくんですか。あれよ、枝がさ30、50センチぐらい伸びるわけ、はい、これにぎっしり実がつくの、あーコーヒー、はい、香りや茶や指がや香りよ、これ親しみちわからんがん、うん、インターネットに孫が止めとるちゃればってくれるコーヒー製造する方法、うん、めんどくさそうなやとっちゃなかったの難しいですね。ただよ、日楽しみそう。うん。あ、グリーンからよ、真っ赤らが種真っ赤らなやねよ。あと、黒なやのうちいるばって、うん。いっぱい入る種が落ちたらまた、ちょっとしな、ウイルス困んねえこと、ちょっとしてんの。うん。ふちゃまちゃまた、あの、この元気の秘訣ということでですね、食事も、あの、脂っこいものは取りすぎてはいけないということは。あの外食もするけどね、外食シーンよ、じゃあさっぱりした料理しかた、できるだけ外食さん関係してた、特にあのお弁当なんか買って食べない、はい、うん、自分で作られて自分で作ってた、はい、うん、またこの味付けもマースが一番やエビがや、マースの味一番塩味がいい一番塩、うん、よっちゃんばあちゃんの秘訣8か条ということでお話ししていただきました。はい、毎朝オリジナル体操をすること、そして毎朝1日のスケジュールも立てることも、はい、あ、そうだよ、うん、これ大切よ、はい、今日は何々やって何々するって頭の中でスケジュール作って段取りですね、そのためになる、うん、フルで毎日も頭の回転をさせているわけなんですね。はい、そして3つ目、先ほどありました、怠けないことですよね、うん、これは本当だ、冬美さんこと、うん、はい、そして食事に気をつけること、卵焼きや卵焼き食べてますか、好きだよ、だけど好きだけど、うん、そうだね、週に3回くらいかさ、卵焼き、うん、はい、あとゆで卵するときもあるし、ゆで卵するときはサラダに、野菜かけてサラダの上に、はい、卵パンとか食べる、卵パン、卵パン、今日の朝卵パン、あ、卵パンだった、うん、はい、そして千代さんや、はい、あの薬草、野草あ、私今日も薬草、あの、うん、5種類ぐらいかな、いろいろ、
はい、食べてきました今日。どの薬草を召し上がられたんですか。まずあのフーチバとインジャナバ、それとあのシソ、それとあの あれ名前が分からない、なんか粉で粉なんか作ってますけど、あの南城市の方では、はい、それをうちもらってきて植えてますけど、すごくあの広がるわけ、これとかね混ぜて、5種類今日はあの混ぜて全部で、これをきれいにこう刻んで、それをあのちょっと振りまいて天ぷら粉、それとあのなんていう片栗粉、片栗粉あれちょっと振りまいて、もう卵1個ぐらいこう混ぜて、こうかき混ぜて、それをすぐ天ぷらにする、とっても美味しいです。野菜天ぷらに、はい、フーチバトンじゃなくて苦いんじゃない。苦いですけどね、苦いけどあのね、天ぷらにしたらそれなくなる、美味しいの、とっても苦味は取れるんです。取れます。苦味取れる。ジャナバとかジジのうちに生えてるけど、食べない。あれウサギが食べる。ウサギにあげてる。ウサギが食べる。美味しいよ、天ぷらにしたら、本当に体にいいって言いますからね。はい、野草薬草。そしてエイトもこのジャナバとフーチバ。子供たち嫌いだよね。どっちかというとエイトはどっちですか、好きですか嫌いですか。んじゃなばは、木のところに白い変な物体入ってる。白いのがついてる、また違うあれじゃない。いや、あの裏の方にはつきますよ。裏の方だからこれは私もこれよく選んで取ってあれ、もうあのなんて言った、あのカタツムリの卵みたいな、あの白いのが点々してつくの、あれもあの、だからああいったのを私も全部避けて、避けて、あのなんていうのこう生え際かな、若いところ、シソがなくなった、やっぱり裏も見ないとね、あれ大変ですよ。みんな裏にシソとかのいろんなの必ず葉っぱの裏に、そうそうなんですね。だからもうついたの、あのあれ特にあのカタツムリがついたのかな、なんかそれがあるからよく選んでから、そしてエイトはあのおじいちゃんおばあちゃんたちがよく作る何かジュースとかないですか、風邪ひいた時とか、緑の青汁ですか。青汁みたいな、青汁も作ってもあ作らないです。青汁美味しくない。チャタのおじいちゃんとか青汁美味しくないです。おじいちゃんうちの娘がこれちょっとだから飲みなさいにうちでたるわた、通販で売ってるさね、まずい、はい本当にこの健康食で食に気をつけられて、また体もあの気をつけて生活するっていうのがですね、本当にあの昔からのこの定質な心を干してライビランドお野菜、はい、そしてエイトですね、もう今エンディングに近づいてきましたけれども、また目標の、まあ、島言葉うちなのことでも弁長総 IB 氏が目標 IB がや目標は生活でもうちの口喋れるようにしたい。はい。それすごい。はい。生活習慣でもこううちの口を使うっていう習慣をでまた取り戻していきたいですね。今なかなかこう話す機会っていうのは減ってきてますので、エイトはすごいとこはですね、耳がすごいです。全部話を聞いてて、全部あの島言葉分かってきてて、また努力もすごくて、はい。まああの本当に代表するメンバーの一員でもありますので、何でも覚えるっていうことはいいことだからさ、はい、で、あのあれおじいちゃんおばあちゃんと方言で話してるの。いや方言で話したくて入った、話したくてやっぱよく聞くことだねじゃあね、おじいちゃんおばあちゃんのお話もね、方言習うことね、頑張ってね、はい、それではよっちゃんばあちゃん今日改めましてまた、はい、お誕生日おめでとうございます。いやどうもありがとうございますありがとうございます。私たちが可愛いし、あなたはありがとうありがとう、はい、みんなにありがとうって言ってね、はい、はい、リペデビル、よっちゃんばあちゃん最後にまたあの今年の目標ですね。あ、そうだね、今年の目標も体気つけて元気で、また今度はあの方々の老人ホームにいっぱい芋に行きたいと思ってる、はい、そのためにはまたあの
踊りの勉強がしまくとが、この間はあのマチャゴアのオーバーとアメリカというタイトルでやり取りのやったけど、こうやってまた面白い話のネタ作りをやりたいと思う。あ、素晴らしいです。はい、栗から体が重視、長市しみそりよさい。栗からまたゆたさん、栗でさびら。はい、それではまた来週やいびんどうやさい。はい、はい、それではまた来週お会いしましょう。はい、はい、また来週やてやいびん。はいはい、リフェーデビル、リフェーデビル。離さねんものや、ただのファガラー。